195t さん、おはようございます。忙しい中での国体感想、お疲れ様です。今日は、えですかうん。え、認定ですよ。松原あかりちゃん、えだったんですね。確かに納得です。松原選手ね、えでしたよね。あの、本当に良かったと思います。私は今回は、華やかどしに改めて惹かれました。筆頭のうちのリボンも、えー、応援している、リボンちゃん。 演技始まるともう目が離さなくなって引き込まれちゃいます。マイドですが、安定感がまだないのが惜しい。あのフリーはどうなるんでしょうかね。うん。で、それから江川マリアちゃん。えー、スタイルもよくて華やかさがあり、ファンになっちゃいました。素敵ですよね。うん。嬉しかったのが山下もこちゃんです。同じですよ。あのパパフルジャンプが戻ってきたという感じで。 久しぶりに生き生きと演じていましたね。えー、地道に努力を続けた結果ですねえ。坂本香織ちゃんはもう大貫禄で別次元でした。え世界中をここにありでした。非公認自己ベスト81点。うん。えー、三原舞ちゃん、こんちは、大忙しで試合出まくりですが、毎度見せてくれますね。え、何度見てもため息です。 えー、彼女も非公認自己ベスト。株、えー、君、まだ終わりまで、えー、あ終わりまでもう一つですね、えー。頑張ってください。でも、終わった途端、4対陸が始まっちゃいますけどね。そうなんですよ。ね、あのまだまだ続きがあるということで。でしかも、全米とか欧州のペアアイスタンスとか全部見てないんですよ。なんで、まだまだ全然終わってないですよまだ、うん。結構だから、 本当に急がなきゃいけません。えー、195T さん、カブ君、195T さんと言われましたが、モ、えーさんのリンクで、えー、どなたかコーチされてるのというコメントは私ではないです、えー。T さんの誤りです。あ、すいません、これちょっと僕間違えちゃったかもしれませんね。あの読み間違えて T さんのところ 195T さんと言ってしまった可能性があります。み、え、わ、ー、様、195T 様、こんにちは、えー。バタバタ忙しく、今朝 T さんにコメントで、 まだ何も詳しく詳細は発表されていないからえ、2024年のリンクオープンの時に何か発表あるかもで、それまでのお楽しみとコメントしました。昨夜コメントしたらよかったけど、寝てしまいえ、今朝も早くなったから。では、仕事中休み、昼休み終わるからまたと。うん。あれ、これはマオリンクの件ですよね。うん。あの、誰が先生になるのかと。マルティンさん。 どうもです。マオリンクできたら、コーチは田村大和さんは、コーチ確実でしょう。浜田先生のもとで、コーチ辞めて、ビヨンドに参加をしているんだから、経験値、年齢、経歴、申し分ない。柴田亮さんもペアコーチで決まりでしょう。ビヨンドでマオさんがペア演目を入れたのも、先を見越したことでしょうか。で 中村修さんはループ王子ですよね。結構ループジャンプ苦手な選手多いし、若いけど先輩こうして、田村さんがいるからコーチ見習いもできるよ。今井春香さんは女性若手コーチ候補ではないかと思う。 えー、もちろん、真央さんが、えー、メインコーチ。やっぱり、あれですかね、今井さんもね、可能性ありますよね。今井遥さん。うん。もちろん、真央さんがメインコーチ、えー。ステファン同様、プロスケーターとコーチ兼任できるし、えー、サンクス、ビヨンドでも人導をしてきたからね。翔馬く君も真央さんも見た目が可愛かったり、二人ともに天然って言われていたけど、常人ではない思考回路を持っているから。 天然とか言われてるえ。二人の凄さは頭抜けてますからね。うん。ね、だから、マオリンク、やっぱりモーちゃんが教えるということになるんでしょうかね。えー、皆様、マルディンさん、私ももしかしたらですが、まだシークレット、何も詳細はないから分かりません。お楽しみですね。うん。まあ、こちらは本当ですよね。ね、誰が先生になるのか。うん、えー、ミケ様。 おはよう、こんにちは。インスタのソーマガー博が描いている生物、あれ何かわかる方いますか、えー、芸術的すぎて謎なんですかということらしいですね。 なるほど。リコウさん、リードにつないだワンちゃんを上から見た絵に見えるんですが、違うかなやっちゃんちゃさん、え、ミケ様、巷ではポケモンのひ影じゃないかと言われています。知らんけど、うん、あ、そう、知らんけど、流行ってますよね。え、ミケ様、ありがとうございます。上から見たワンちゃん、ふふふ、私、ペンギンに尾が生えているかと思いました。うんなるほどですね。で、ミケ様、ありがとうございます。ポケモン、もう一度見ていきます。 うんえー、もう、えー、天才相手だと理解するのが大変だわ。答えはいつかわかるの、もらえるのかしら。うん、これ多分、スクソしてきた方いるかと思うんで、どんな感じだったんだろう。えー、マルディンさんも言ったです。 活躍しているスポーツ選手は、島田君のみならず一人で海外に行きますよ。三浦選手、静岡サッカー、15歳でブラジルへ、サッカー留学1号か、うん、西小織選手、島根県テニス、13歳でアメリカテニスクラブへ、松岡修造さんがテニス協会に推薦し、サポートはユニクロ、水谷選手、静岡卓球、中学生の時ドイツへ卓球理学へ、 親が卓球クラブ経営のため単身で行く。このクラブでの後輩が伊藤さん。うん、で久保武久さん。小学校、高学,学年ぐらいか、サッカー留学でスペイン、バルセロナ、うん、下部の組織クラブへ、他にも多数いますよ。トップ2になるためには良い環境、人を求めて海外に行きますよ。 フィギュアスケートは国産男子メダリストは宇野昌磨でしょう、えー。国産女子メダリストは伊藤みどりでしょう、えー。だからフィギュアスケートは今や国内で環境主導すべてシングルにおいてノウハウが確立してるんではないでしょうか。うん。だから僕もそれを感じていて、海外から日本に留学するっていうのがありなんじゃないかなーって思うんですよ。なかなかね、ないですよね。うん。特に、あの、ねあの、そういったことがもっと増えていけばいいなと思いますよ。うん。 えー、マリニンさんも言ったです。シュマ君の演技に火を感じる、えー。こういう品性って日本のみならず、えー、海外でも大事なことだと思う。えー、海外では たとえ語学が堪能でなくとも変性は伝わってしまうんですよ。うん。そうなんですよね。ロサンゼルスにいた頃、私が住んでたアパートにイタリアとドイツと若い夫婦がいました。この夫婦、室外に出てまで大声で夫婦喧嘩をするから、アパートの住人が出てきます。隣のドロシーが私に小声で、あの夫婦はノークラスだからねと、つまりアメリカであっても、外で大声で夫婦喧嘩などは、 品性がなないいっていうことなのよ、うん、海外で韓国や中国人が嫌われるのも、そういうところで、ね、韓国人は泣いたり喚いたり、声も大きくて、他人を批判する態度、すべて品性がないと思いませんですえもちろん、翔馬君、英語もダメですが、ディは語ってしまうんです。 えー、シュマ君の演技に品を感じるのは、彼に品性が備わっているから、えー、シュマ君自身も、えー、自身は、もちろん分かっていないけど、同じ品性で感じるのは、浅田真央さんですね。えー、彼女の現役インタビの時の映像を見ればわかりますよ。一般人でも、お里が知れる、などの言葉があります。えー、宇治すじ、えー、スタッチが知れるということね、うん、これよく言いますよね、お里が知れるって。うん、あのよく言われてましたよ。うん えー、マルティンさん、皆様へ、私のビヨンド、見たいなーにコメントに程手を挙げてくれたけど、ミ、え、ワ、ー、様のコメント全部見ていますよ、えー。コメントいちいちはしないけどね、サッカーも大好きな皆さんに嬉しい情報をするよ。えー、シュマ君、FIFA フフワールドアルゼンチン応援をしてたってインスタライブで言ってたから、ミワさんと私、メッシュタファンじゃない。で、シュマ君もメッシュファン確実ですよ。嬉しいね。あ これはファンが重なったっていうことですね。うん。あの、そういうことですよ。うん。えー、ミけ様もう一度です。えー、かぶくんすいません。意味不明な問いかけをしてしまって、かぶくん、何のことかわかりませんよね。小和画の絵の説明をしますね。これ、なんかひかけなのかとは言って、ペンギンになんか尻尾が生えたんですよね。昨日、イインスタライブを、 すぐくやったんですが、始まる前と後の画像だと思うんですが、手書き文字でライブ14時インスタというのと、もう一枚は、残、えー、ン・の手書き文字と絵が描いてあって、それが世にも不思議な生き物のような絵なんです。ツイッターにも上がってるんで、歌舞伎も見られます。あ、なるほど。これ気になりますね。ちょっと見てみたいと思います。で、凡人の私はそれが何なのか気になってて、 えそれで誰かに聞いてみたくなった次第です。おお、どんな絵なんだろう。えー、マルディンさんも一緒です。えー、カブ君好き嫌い、あ、嫌い嫌いも好きのうちって言葉知ってるえー、これね、男女の恋愛で、特に女性の気持ちのことなんだけど、えー、好きでも嫌いでもなければ気にもならない。嫌いだと強く思っているのは意識しているわけよ。うん。アンチもね、意識しているから嫌いでも見に来るし。 コメントしてきたりもするよ。株ブ君テレビの過去のサムネがどのくらいの人が見に来ているかは知っているよね。コメントをしている人は見るだけの人の何パーセントかもだいたいわかっていると思う。フィギュアに関しては、しょ君アンチはたまに来るよね。過去のサムネには1万回以上見に来ているんだから、しょうまが気になってしょうがないアンチもたくさん見ている。そのうち、嫌い嫌いから好きになる人もいるから。 フィギュア愛を大いに語るカブクンテレビでありたいですね。うん。あ、ね、確かに嫌い嫌いから好きになる人いますね。あの、これはね、ね、確かにね、あり得るかもしれませんね。ただあの、嫌いが好きになるっていうことはあるんですが、生理的に嫌いっていうのはなかなか無理ですね。例えば、この極端な例で言うと、スシローのあのピロピロ次元、あれはもう嫌い嫌いが絶対好きになるっていうことはあり得ないと思いますね。うん。まあ多分、だから、 生理的に嫌いなものはもうどうしようもない気がしますがあの見て見に行きたい見に行って嫌いって言ってるのは好きになっちゃう可能性ありますね確かに。うん 例えば僕は昔ボンボンドッがすごいあの怖くて嫌いでした。ところが、あの嫌いとか言いながらすごい見ちゃうんですよね。あの怖くて。だけど、それが今は好きになって時計まみ,れまみれになってますからね。うん。オルコールとかも嫌いだったんですが、すごく逆に好きになって嫌いなものが好きになったっていうのありますけどね。うん。えー、マイク・バーティラーさん、よろしくお願いします。えー、カブくん、こんにちは。 えー、こちら、ヌ主と呼びますよ主、えー。神社にいる人でお祓いをしてくれる人ですよ。ボ、え、う、ー、やん、久しぶりに出てきますね。うん、彼は確か猛暑だったのかを、北京五輪があるので、薬で抑えていたと聞いていました、えー。これでかえって悪化したんじゃないかな。猛、う、暑、ん、が悪化すると、普通はちょっとした手術で、入院も1週間くらいで済むのが悪化すると、えー、海が、えー、脳がですね、あの海がお腹にたまる。 えー、回復手術になる、うん、そうで、えー、回復手術になるそうですよ。でそうなると、1ヶ月からいは入院が必要で、あの僕の会社の後輩も同じようになり、1ヶ月会社を休んでいました。あの盲腸って薬であっても長引かせるだけであんまり意味がないらしいですね。でむしろ悪化することもあるらしいんで、うん、なんかもう手術しかないっていう話を聞いたことがあります。で えっとカオ君、全日本の悔しさを四大陸で晴らしたいと意気込んでいるそうです。で、こうしたので、えー、プログラムの中でも関係をつけて、疲れを軽減をしながら練習に取り組んでいるそうですよ。うん、いいですね。頑張ってますね。うん、アゼルバイジャンのギャボは見たかったな。残念。ギャボは選手ね、本当結構、あのファンの方多いんですよね。で、カオ君は4回転ループ復活があるかどうか、そこらへんも、まあ、気にはなります。うん そして、えー、羽生くんのお話も少し、えー、まとめていくんですけども、跡、えー、部陽子さん、どうもです。か、え、ぶ、ー、君、おはよう、えー。ギフトのグッズ届きました。おめでとうございます。ね、今日午前中に、ね、届くっておっしゃってましたもんね。うん、で、えー、ボアブルゾン M を書,書いたんですが、えー、白クリームなんで、なんか雪だるまみたいに、えー、豆つぶせきなんで、 双眼鏡も買ったし、えー、フラッグもギフトは準備万端です。乗ってスてラータはライブビューイング、フル、えー、決めかねてますということなんで、ここはもう折々決めていくっていう感じですね、うん。なかなかもう一つずつクリアしていかないと、もうよくわかんない状況になってますからね。ムイピーさん、こんにちは。あとビよヨー様、雪だるまあ、かわいいじゃないですか。うん、暖かそう。 会場の温度が気になります。会場、どんな感じになるんでしょうかね。東京ドームも、ノッティステラータ、うん、で気になりますよね。東京ドームは上の方は、ね、気温が高いような気もしますけど、乗ってステラータのライブか、ビューか、フルか、どちらか片方ならば、フルに見逃し配信がないので、同じ値段だから大、大画面のライブビューイングかなと思い始めてます、うん。なるほど。その可能性があるということで。 で後尾陽子さんありがとうございます、えー、本当に雪出ればなんですよ、えー、休なきゃ、えー、会場もそうですが雪国から東京へ何を着ていけばいいのかまさか新潟からボアブルンボアブルーン悩ましいうんまあこの時期まだすごく寒くて特に2月ねかなり寒いと思いますのでうんまあ、最近は気温がちょっと上がってるっぽい ね、気はするんですけども、まあ週間天気予報見て決めるという感じで、うん。えあとで、ヨさん、えー、あこれ続きですよね。で、まあ、冬なら旦那のお金なんですけどね。でも、大スクリーンで見たいえ。本当、羽生結弦選手は悩ませる。うん。で、まあ、これはどうしましょうかっていう感じですけど、うん。まあ、作戦が必要ですね、作戦が。うん アトビヨオコさん、もう一度です。株くん連投失礼します。先ほど、ルンルンなコメントをしましたが、今、心配なことがありまして、目が足が痛いと言って、部屋からあまり出てきません、えー。もちろん、食事は部屋じゃなくて、リビングで娘と一緒にしていますし、えー、トイレも行きます。でも、今まで、1週間に1回の買い物や外食も行かないと言って、ついてきません、えー。連れて行けタイプだったんで、心配です。うん。 で雪がまだあり、えー、滑りたくない寒いだけならいいんですが、えー、年のせいもあるかも。うん、来年80歳、えー。ちなみに医者に行って薬をもらってきています。えー、すみません、具長長文ということですね。これは一体どうおっしゃったんでしょうか。うん、何かあったんでしょうかね。足が痛いと言って、部屋からあまり出ない、うん。寒さのせいでしょうか。それとも何かの原因があるんでしょうかね。 あるきさん、えー、アトとヨよう様、さ、え、ま、ー、え、いいとは思います。うちにも同じ年頃の姑がいます。最近、ちょっとええと思うことが多くなりました。ち、えー、寒いので、部屋から出てきません。えー、買い物は普段行きませんね。で、私は、わた私や私の娘、えー、近くにいる相方の姉が知っていきます。えー、寒いからといって、あまり動かないでいると、本当に動けなくなってしまうんで、毎日少しずつ、 えでも動いてほしいなと思います。えー、寝たきりになる一番避けたいですね。うん。はい、ということなんで、なぜでしょうかね。これは心配ですね。うん。動かなくなると本当にね、もうそのままね、ずっと動かなくなっちゃう可能性もあるので、うん。何としても動きたいですね。うん。そして、ゆうなやあさん、今入ってきたお話です。えー、かばさん、あの、スシローの迷惑行為を受けて、えー、くら寿しては3月頃から、 AI カメラを使うみたいですよ。うーん、やっぱりですか。できっと、他の回転寿司屋さんも使うようになりそうですね。えー、それから、フィリピンから2人が日本に到着したみたいですよ。えー、ベルギーでもたくさん報道されていますかうん、これ、ルフィのことですよね。あの、ベルギーではあれから全然報道がなくて、あの、ね、何もね、ないかのような感じになってますが、うん、あの、今後、放送報道されるかどうか、気になるところです。うん。で、 まあ今後裁判とかもいろいろあると思うんですが、まだ実態が明らかになってない気がするんで、まあ、実態解明から急ぐということでしょうかね。うん。アルキさんも言ったです。えー、カブクンこんにちは。今日はマヨネーズとシーチキンの日ですかうん、えー。そのせいでしょうか。お昼にテレビで小松菜とシーチキンを炒めるものを、マヨネーズとゆで卵を混ぜるタルタルソースで、あっ、っていう感じでちょっと待ってますけど。 なんかそういう料理番組をやってたんですね。うん。それ関係あるんでしょうかね。うん。あの、ツナマヨの日ということですよ。あの、ツナマヨは日本では僕よく食べてましたが、こちらではないんですよね。うん、材料があれば作ってみたいと思います。えー、そしてマリニンさん。えー、月と,日と 地球人の関係は地球と月には陰毒が働いているから密に関係しています。赤ちゃんの誕生は誕生の時間、人が息を引き取るのは肝臓の時間、うん。妊娠すると今、えー、妊娠6ヶ月とか言いますが、 この1ヶ月は28日間を1ヶ月としています。えー、月が新月から満月から、また新月までの期間です。うん。やっぱり関係してるんですよね、ちょっと。うん。あのー、やっぱ月なくして生命はせ存在したかったっては、ね、言いますからね。うん。でもちろん、女性の生理周期はもう28日だから、生理を月経と言ったり、えー、月のものとも言ったりします。1日24時間、地球も自転してるんで。 月と位置関係が変わりますから、1日24時間、えー、1日2日間、あえー、日回、満潮時刻と干潮時刻がありますで。満潮時と台風上陸時間が一緒になれば高、えー、高潮に見舞われます、うんで。津波と満潮時が重なれば、そのなる被害えー、津波被害となります。でえー えー、潮干狩りには最適ですね。うん、あ潮干狩りね、懐かしいですね。あのー、潮干狩り行きましたよあ。でね、僕は潮干狩り行っても、あさりも好きなんですけど、その場にいるあのカリンを見るのが結構好きでした。<laughs> はいえー、と昔の人は、今のような気象を知らなくても、太陽と月と地球の関係をよく熟知していて、えー、判断して生活に生かしていましたね。うんだからまあそういった意味では、ある程度ちょっと昔の方が、 視点、えー、に、えー、戯れていたのかなっていう気がしますよね。うん